滝沢秀明率いるナンバーアンダーライン愛、アイハートラジオ出演でサーバーダウン、サーバーエラーギャにすごい滝沢秀明も驚き、ナンバーアンダーライン愛、アイハートラジオ出演でファンサイトダウンの衝撃。9月15日、滝沢秀明率いる新たなグループ、ナンバーアンダーライン愛が、米国のネットラジオ番組、アイハートラジオのインタビュー番組、アスクエニーシングチャットに出演することが発表された。 この発表は瞬く間に拡散され、ファンからの興奮が一気に高まり、番組への質問募集のために公開された公式サイトがアクセス集中によりダウンする事態が起こった。このニュースに対するファンの反応は熱狂的で、まさにナンバーアンダーライン愛の人気と影響力を改めて証明する形となった。滝沢秀明社長自身も、この状況に驚きを隠せない様子で、エイクス。 旧ツイッターをを通じてコメントを投稿サーバーエラーが数秒で起きるなんて、逆にすごいと、絵文字を交えて親しみやすい表現でファンに伝えた。この軽やかな対応はファンにとって非常に親近感を感じさせ、コメント欄には、さすが滝ボス。慣れてます。これが通常運転です。といった反応が相次いだ。滝沢氏のコメントからは、技術的な問題でさえも、彼にとっては、 逆に面白い出来事としてて捉えるる柔軟さが見て取れるしかしこのエピソードは単なる技術的なトラブルとして片付けるには惜しいここには現在のエンターテインメント業界が抱える深い問題やファン文化がどのように進化してきたかを考察するための興味深い要素が含まれているまず第一に今回のサーバーダウンはナンバーアンダーライン愛のファンベースがいかに大きくそして熱狂的であるかを示している 通常、ウェブサイトのサーバーがダウンするのは、予想以上のアクセスが集中したときに起こる。つまり、この現象は、ナンバーアンダーライン愛に対する期待感と関心がどれほど高まっているかを物語っている。インターネットと SNS が普及した現代において、ファンとアーティストの関係はますます密接になっている。昔のように、アーティストが一方的にメディアを通じて情報を発信する時代は終わり、 今やファンは直接コメントを送り、リアルタイムで反応を得られる時代となった。滝沢氏のように、X を活用してファンと直接やり取りを行うことは、アーティストとファンの距離を縮め、より強固な絆を築くための有効な手段だ。このような双方向のコミュニケーションができるプラットフォームがあることで、ファンは自分自身も、ナンンバーーアダライン i というプロジェクトの一部であると感じることができる。それは、 グループの成功に貢献しているという強い連帯感を生む。一方で、このようなファンの熱狂がもたらす問題もある。アクセスが集中しすぎてサーバーがダウンするという事態は、現代のインターネット社会における新たな課題といえる。技術的には、サーバーの強化や事前のトラフィック予測が改善されるべきであるが、根本的な問題としては、ファン心理や行動が急速に変化していることが影響している。例えば、 SNS やインターネットを通じた情報の拡散速度が速いため、人気アーティストやグループが新しいプロジェクトを発表するたびに、瞬時に多くのファンが反応し、一斉にアクセスする現象が起きる。このようなデジタル競争は、従来のファン文化とは異なり、インターネットの特性を最大限に生かした新しい形態だといえる。また、ナンバーアンダーライン愛の人気だけでなく、彼らをプロデュースする滝沢秀明の存在も、 この現象に大きく寄与している滝沢氏はジャニーズ事務所を退所後、新たなエンターテインメントの形を模索し続けてきた人物であり、その動向は業界全体に大きな影響を与えている。彼のリーダーシップの下、ナンバーアンダーライン愛はその魅力を発揮し、グローバルな舞台でも成功を収めつつある。米国のネットラジオ出演はその一環であり、日本国内だけでなく、 海外に向けても彼らの影響力が広がっていることを示している。さらに、このような現象を考えるとき、我々は、ファン力とでも呼べる新しい力学についても注目する必要がある。これまでファンは、好きなアーティストを応援するためにコンサートや CD 購入を通じて貢献してきた。しかし、インターネット時代のファンは、それだけではない。彼らは SNS でのシェアやコメント、ネット投票など、 デジタル空間での活動を通じて、アーティストの露出や成功に貢献することができるようになっている。今回のナンバーアンダーライン愛のサーバーダウン騒動も、ファンのこのようなデジタル活動が引き起こした結果である。これはエンターテインメント業界において、ファンの役割が変わりつつあることを示している。今やファンは単なる消費者ではなく、プロジェクトの成功を左右する重要なプレイヤーとなっているのだ。 滝沢秀明の迅速な対応と親しみやすい姿勢は、まさにこの新しい時代にふさわしいリーダーシップを体現している。彼はただのエンターテイナーではなく、ファンとのコミュニケーションを大切にし、彼らの声に耳を傾けることで、グループの成長をサポートしている。彼のこうした姿勢が、ナンバーアンダーライン愛の成功の鍵となっていると言っても過言ではない。また、今回の出来事は、 日本のエンターテインメントがどのようにグローバルに発展しているかを象徴している。かつては国内市場に依存していた日本のアイドル文化も、インターネットや SNS を通じて国境を越えて広がっている。滝沢氏が目指すグローバル展開は、まさにその流れを捉えたものであり、ナンバーアンダーライン愛の活動はその先駆けとなっている。日本のアイドルが米国のネットラジオに出演し、 現地のファンとも直接コミュニケーションをとるという新しい試みは、日本のエンターテインメントが世界にどのように受け入れられていくかを探る重要なステップとなっている。滝沢秀明とナンバーアンダーライン愛の今後の展望は、単に日本国内のアイドルシーンにとどまらず、より広い視野で見ていく必要がある。グローバルな音楽業界において、日本のアイドルやアーティストが成功するためには、従来の手法では限界があるかもしれない。 今回の米国ネットラジオ出演は、その第一歩として大きな意味を持つ。アメリカ市場は、エンターテインメント業界の中でも非常に競争が激しく、世界中から才能が集まる場所だ。ここで成功を収めることができれば、他の地域でもさらなるチャンスが広がるだろう。しかし、アメリカ進出にはリスクも伴う。言語や文化の壁があるため、 単に音楽やパフォーマンスが優れているだけでは十分ではない。滝沢秀明はその点を十分に理解しており、彼の戦略はファンとの絆を大切にすることにある。米国での活動でも、単にコンサートやメディア露出を増やすだけでなく、現地のファンとどのように深い関係を築いていくかが鍵となるだろう。特に、インターネットや SNS を駆使した双方向のコミュニケーションは、これからの時代において不可欠だ。 米国のファンがナンバーアンダーライン愛にどのように関わり、彼らの活動をサポートしていくかが、グループの成功に大きな影響を与える。また、興味深いのは、今回の IHEART ラジオ出演の発表に対する国内外の反応だ。日本国内のファンはもちろんのこと、海外ファンも彼らの動向に強い関心を寄せている。SNS では、ナンバーアンダーライン愛の名前がトレンド入りし、 多くのファンが彼らのグローバル展開を応援する声を上げた。これらの反応を見ると、彼らの音楽や魅力が日本国外でも十分に受け入れられる可能性を感じさせる。滝沢氏の計画には、おそらくアジアやヨーロッパ市場も視野に入っているだろう。こうした広範なマーケットにおいても、彼らがどのように自分たちの存在感を発揮していくのかが注目される。また、エンターテインメント業界は日々進化しており、 テクノロジーの発展がアーティストとファンの関係に新たな次元を加えている。例えば、バーチャルコンサートや VR、仮想現実、技術を活用した新しいエンターテインメント体験が広まりつつある。このようなデジタル技術をどのように取り入れ、ファンとの新しいつながり方を模索するかが、ナンバーアンダーライン愛や他のアーティストにとって大きな課題となる。滝沢秀明が今後どのようにテクノロジーを活用し、 グループの魅力をさらに引き出すかにも注目が集まっている。しかし、テクノロジーだけでなく、アーティスト自身の個性やストーリーも重要な要素だ。滝沢秀明は、シンがジャニーズ事務所を退所して独立したという背景を持ち、その経験を通じてエンターテインメント業界に新しい風を吹き込んでいる。彼のリーダーシップの下で、ナンバーアンダーライン愛、�田だのアイドルグループではなく、 彼ら自身の物語を語る存在として成長している。この物語性こそが、ファンとの強い絆を築き、彼らが応援したくなる理由の一つだ。さらに、滝沢秀明の独自の経営スタイルも注目すべきだ。彼は、トベという新しいエンターテインメント会社を立ち上げ、従来の業界の枠組みにとらわれない柔軟なアプローチをとっている。この会社では、アーティストたちが自分たちの意見を自由に発信し、 クリエイティブな活動を行うことが奨励されているこのような自由な環境がナンバーアンダーラインアイのメンバーにとっても大きなメリットとなっており彼らが自分たちの個性を存分に発揮できる場を提供しているそしてこの戸ベの取り組みは他のエンターテインメント企業にも影響を与えている滝沢氏の先進的なビジョンは業界全体を刺激し より多くのアーティストやクリエイターが新しい形の表現や活動を模索するきっかけとなっている。例えば、従来のアイドルグループは主に音楽やダンスパフォーマンスを中心に活動してきたが、滝沢氏はそれだけにとどまらず、映画や舞台、さらにはデジタルコンテンツなど、さまざまなメディアを通じてアーティストの魅力を発信することを目指している。このように多角的な活動が、 今後のエンンンンターテインメトント業界に新しいトレンドを生み出す可能性が高いその一方で、今回のサーバー障害のような予期しないトラブルも、エンターテインメントの世界ではつきものである。このような問題に対して、滝沢秀明が迅速かつユーモアを交えて対応したことは、ファンとの信頼関係をさらに強固なものにした。彼の対応力は、ただのビジネスマンではなく、人間味あふれるリーダーとしての資質を示している。 このような姿勢こそが彼を支える多くのファンにとっての魅力であり、ナンバーアンダーライン愛の今後の成功にも大きく寄与するだろう。最終的にナンバーアンダーライン愛の今回の米国進出とその反響は彼らのグローバル展開の序章に過ぎない。彼らが今後どのように成長し、世界中のファンとどのような関係を築いていくかは、エンターテインメント業界全体にとっても重要な意味を持つだろう。 滝沢秀明が掲げる「ファンとの絆を大切にする」という理念はグローバル市場でも有効に機能するはずだ。これからのナンバーアンダーライン愛の活躍に期待が高まる中彼らがどのようにして新しいエンターテインメントの形を切り開いていくのかその歩みから目が離せない。